こんにちは。自分で前髪を切ってしまって結構困っているキックです。今回はリバーブの使い方をお伝えしたいと思います。リバーブというのはいろんなパラメータがあるんですよね。このパラメータを自分で扱えるようになるだけでかなり、いろんな音作りね、いいミックスができるようになります。もちろんプリセットを、ね、使うだけでもいいんですけれども、ね、プリセットプラスアルファ自分のオリジナリティ、ね、その場に合った設定をしていくということをね、本当に知っていただきたい。ということで、今回はロジックに内蔵されている高品位のリバーブ、クロマバーブっていうものを題材に使っていきます。これは他のリバーブであっても、リバーブって基本的にほとんど同じね、共通のパラメーターの装備しているので、クロマバーブの使い方を知ってしまえば他のものにも大体応用効くのでご安心ください。ではどうぞ。では実際にリバーブのパラメーターをご紹介していきたいと思います。今回使うのはこのロジックの比較的新しいね、数年前に搭載されたこのクロマバーブっていうのを使っていきたいと思います。もともとロジックって、ちょっとリバーブが弱いと言われてたんですけれども、ね、この数年前ある時を境にこのクロマバーブとかね、こう追加されてちょっと強化されたんですよ、リバーブが。でありかとしては、ね、この、ね、リバーブのインサーションエフェクトのところクリックしてあげると、リバーブという項目の中にここにね、まあ、エンバーブとかシルバーバーブとかいろいろありますけど、この中のクロマバーブ選んであげてください、まあ、これを選んであげると、まあ、このようにメニューが出てきますと。でリバーブって皆さんもね、こうプリセットとか使ったことあると思うんですけれども、このクロマバーブにもリバーブたくさん入ってます。こんな感じ、ここをクリックするとこのようにね、ルームとかね、ホールとか FX 効果音っぽいものとかたくさん入ってます。なのでプリセットを使ってあげてそれだけで済ますっていうことでもありなんですけれども、よりこの一つ一つのパラメーターを見逃さずに一つ一つ理解してあげると、ちょっとプリセット近いんだけどイメージ違うんだよなっていう時に自分なりのカスタマイズができるようになるので、あなたの曲のクオリティはまた一段アップします。なので今回ね、できるだけ丁寧にこのパラメーターを紹介していくので、ぜひマスターしていってください。で、このロジックのね、クロマバーブの場合ですと、ここ見ていただくと、ルームって書いてありますよね。ここ。今こんな音になってます。今、ボーカルルームっていうプリセットを読んだ状態なんですけれども、ここルームって言ったところをまずクリックしてあげると、実はアルゴリズムを選ぶことができます。ね、これはもうルームに適したアルゴリズムになってたりとか、例えばね、シンセホール、ちょっとホールのようなね、広がる音とか、シンセサイザーに向けた音、デジタルっぽい音とかね、さまざまなアルゴリズムがあるので、これぜひさまざまなパターンを選んでみて、好きな雰囲気を選んでみてくださいっていうのが一つ、アルゴリズムが選べます。あとこれ見ていただくと画面綺麗ですよね、すごい。虹色が出てますよね。この虹色、ここで消せたりします。でも個人的にはあった方が綺麗ですよね。ちなみに昔の Mac だと CPU が対応していないものだとこれ表示されないので要注意ですね、うん、ただ見た目が綺麗っていうところとね、エフェクトの広がり具合が分かりやすいっていうところですね。でここで一つ一つパラメータを見ていきましょう、まずはここアタックタイムね。これ何かというと純粋にリバーブの鳴る時のスピード、アタックが速ければ速いほど、こう早くね、こう鳴ってくれるっていうものですね、まあ、立ち上がり速いものにしたい場合はちょっと速くしてあげるっていうところがポイントです。でサイズはその名の通りリバーブが広がる、もう部屋の広さですね。広い感じしませんか。まあ、ルームではあるんですけど、ルームの中でも広いですよね。デンシティ、これは何かというと聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、 DTM ではよく出てくるので覚えておいてください。デンシティは密度みたいな感じです。同じサイズでもデンシティが高い方がなんか密度がね、こう詰まった感じがするんですよね。低いとヘッドホンで聞くと分かりやすいと思います。そして結構大事なのがプリディレイ。ちなみに今説明している内容は他のリバーブでも応用が効くので、基本操作の基本パラメーターとして覚えておいてください。で、プリディレイは何かというと、このように音がね、パーンって鳴ってからすぐに鳴らすのか、それともちょっと時間が置いてから
ファンってなるのかっていう、原音が鳴ってからリバーブの音が出るまでの速さっていうのを決めることができます。これを、ミリセカンド遅くしてあげると、わかりますか？後から来ますよね、ファンって。速いとこんな感じ。そう、これどういう時に使えばいいかというと、あまりねこれ状況にもよるんですけれども、正解はないんですけど、これねゼロにしてしまうと、例えば原音が鳴ったのと同時にリバーブの音も出てしまうので、まあ、場合によってはね原音がぼやけてしまったりとかね、例えば歌のボーカルにかける場合は、ちょっと遅らせた方がいい場合があったりします。なぜならばドライなね、まずドライな音、声を聞かせてあげて、その後からリバーブがついてくるみたいなかけ方をすると、より、はっきりと聞こえて、オケへの馴染みもね良くなったりします。安っぽい音にならないっていう感じですね。でそしてこの音符マークを押してあげると、これがですね、音符で音符単位で選べるようになるんですよ。つまり言うと、今ロジックは120というテンポなんですけれどもね、四分音符とかにしてあげると、フリーデイがね四分音符の遅さで、まあ、返ってくると、8だともっと早いですよねっていうことが、細かく、まあ、設定できるということなんですね。テンポに合わせられるぞということですね。そしてこのディケイなんですけれども、もうこれはもうね長さ的な感じですね。長いですよね、マックスにするとどこまでもなるっていう、短いとこういう感じ。これ混同しがちなんですけれども、このデンシティの密度とねサイズ、部屋の広さと、また長さは別ですからね、部屋のサイズが大きくても長さは短いっていうことがあるので、これはねディケイはもうあくまでも長さはサイズじゃなくて、まあ、ディケイで調整するものだと思ってください。ちなみにこの音符マークもしっかりとね、どのぐらいの長さかというのを、音符単位で指定できます。ちゃんとここも要チェック。そしてここにフリーズってあると思うんですけれども、フリーズは何かというと結構面白いんですよ。これ聞いててください。音を鳴らします。わかりますか？時を止まれ The World っていう感じですね。ほら止まってますよね、時がね、The World、 そして時は動き出すって感じですね止まるんですよね、響きがワーンって。この鳴ってる最中ですね、鳴ってる最中にフリーズボタンを押してあげてください。ここで止まると、鳴り始めの時に鳴らすとこんな感じ、鳴り終わりの時に押すとこれがずっと続くと、ずっと鳴ってますよね。これはオートメーションに変えてあげるといいわけですね。でディスタンスは何かというと、音の、まあ、距離感の反射の、これ距離感みたいな感じですね。広ければ広いほどこのね距離感がなんか遠くに聞こえるみたいな感じですね。そして、ここウェットとドライ、これ何かというと、ドライっていうのは原音のミックスなんですよ。ウェットというのはリバーブの音だけなんです。なので例えばドライをゼロにしてウェットをマックスにするとリバーブの音だけが鳴ります。ほらもう原音鳴ってないんですよ。ここにちょっとずつ原音足していきますね。原音が鳴ってますよねっていう感じです。なので例えば、ドライをマックスにしてあげて、これに対してリバーブをちょっとずつ足していくみたいな割合の作り方もできたりします。で一応こうポイントなんですけれども、今はインサーションエフェクトにかけているんですけれども、センドっていうね方式でエフェクトをかけるとき、ね、センドでこのリバーブを刺すときは基本的にウェットをマックスにしてあげてください。そのときはドライはゼロでいいですっていう使い方をします、通常は、っていうのだけ覚えておいてください。では次、ディティールっていう項目をいきましょう。でこのディティールは何かというと、ここですね、クオリティとかもういろいろモジュレーションとかをかけられるんですけれども、まずクオリティ、これ何かというとロー、ハイ、ウルトラってあるんですけど、リバーブの音質です。ハイとかウルトラにするとすごく音がいいんですけれども、ちょっとパソコンへの負荷が高いですよっていうことですね。音質にこだわるなら、まあ、ウルトラにしてもいいし、まあ、あえてこのねローの感じにしてあげて、ちょっとねローファイな感じを楽しむのもありかなと、まあ、ローファイといってもそんなに悪いわけではないんですけどね。ということで次にモジュレーションスピードとモジュレーションデプスっていうのをセットにしていきたいと思います。まずここですね、上げれば上げるほどモジュレーションの、モジュレーションっていうのはここね波形を選べるようになってるんですね、モジュレーションソースね。例えばこういう
まあ、波の絵柄がありますよね。この波の揺れをここでかけることができるんです。例えばここでモジュレーションデプス深さをマックスにしてあげてスピードを速くするとほらものすごい速いスピードで音が揺れてますよね。少なくするとほらワン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 ってなってますよね。そのワンワンワンの形はここで決めることができると、角張ってる感じ、ちりめんのような感じっていう風に音を微妙にね揺らしてちょっと変わった音を作りたいっていう時にはいいですね。っていうのがこのモジュレーション。そしてスムースイング、これは何かというとそのモジュレーションをかかる時の、まあ、いかに滑らかにこのね音をかけるかっていう、音の揺れがいかに滑らかにするかというところでございます。でそしてアーリーレイトね、これは何かというと初期反射というかこの音の距離感ですよね。音の反射の距離、短ければ短いほどこの反射の距離が短いっていう雰囲気感になって、まあ、多ければ多いほど反射の距離がね遠い感じになるという感じなんです。こっちの方が反射がね壁から反射してこっちに聞こえてくる音がすぐにこう聞こえてくる感じがしますよね。そしてこのワイドっていうのが純粋に音のステレオ感というか音の広さみたいなところでございます。そしてですねこのモノメーカーっていうのは何かというと、まあ、基本はデフォルトオフになってるんですけど、これこの状態で聞くとちょっとヘッドホンとかで聞いてくださいね。この状態で聞くと音が広がってると思うんですよ。わーんって広がってるんですけど、これ上に上げれば上げるほどちょっとねモノラルっぽいというか広がりが抑えられるっていう感じになりますね。まあ、これはここで決められた周波数のところまでを、まあ、モノラルっぽく、まあ、してあげるというパラメーターですね。あまりこう広げすぎたくないとき、タイトにね、聞かせたいときなどはここで決めてあげてもいいですね。そしてここメインのところですね、これイコライザーなんですよね。こうオンオフできますけど、でこのイコライザーは、まあ、通常のイコライザーと使い方同じで、このピーキングタイプっていうのをオンオフしてあげて、シェルフィングタイプっていうのもここでね、変えられると。あとローカットハイカットもありますね、ここで。これ要するに言うとリバーブの成分の原音は変わんないですよ。リバーブの成分のこのイコライザーを決めることができると。でふくよかにしたい場合は真ん中を上げると。でもこれだとちょっとふくよかになりすぎちゃってるので、例えばこのね Q 幅っていうのを縮めてあげるとピンポイントでねこのところだけはこのように音に癖をつけることができるぞということですね。便利ですよね。まあこれは別にここでやらなくてもミックスの段階でやってあげてもいいんですけど、ここの段階でやってあげると楽なのかなって思います。僕のチャンネルではこういった情報を日々更新しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。グッドボタンももしよければ押していただけるととてもやる気と元気が出ますので、ぜひポチッとワンクリックお願いいたします。いつもありがとうございます。参りましょう。最後の項目ダンピング EQ なんですけれども、これはディケイの、ディケイでこう広がりますよね。この広がっている音の、まあ、イコライザー、これも実はイコライザーなんですけれども、この、まあ、全体のイコライザーというよりかはこのディケイで広がった音のイコライザーなんですね。例えば低音を上げるとね、さっきのイコライザーとはまた違った雰囲気でこう余韻がこうイコライザーで雰囲気変わりますよね。そうなんです、いいですよね。さっきのイコライザーは、このディティールのイコライザーは、まあ、全体に質感が変わるのに、対してこっちのメインはね、ディケイで作った余韻の、イコライザーを変えてあげるということなんです。それではですね、最後に大切なことをお伝えしたいと思います、ね、これはあの他の動画でもひょっとしたら喋ってたかもしれないんですけれども、まずこのプリセットというのを選んであげて、このプリセットがねどういう風になっているのか、例えばブラスホールっていうのを選んだ時に、これはブラスのをホールで鳴らした時に鳴るような雰囲気を再現してくれてるはずなんですよ。なのでなぜこのイコライザーがねこういう角度になっているのかとか、例えばねディティールがまだこのようにねハイカットがされているか、なぜされているのか、もしくはこのサイズがこのぐらいだね、あのディスタンスがどのぐらいだっていうのを、なぜそのパラメーターになっているのかっていうのを想像してあげると非常に勉強になりますので、この機会にねぜひプリセットから勉強してみるっていうのもありなのかなと思います、ね、例えばねシンセビッグホールとか選んであげると音がねエアリーっていうね、まあ、エアリー空気感を漂わせるようなプリセットになっていて、多分シンセってもともときらびやかなのでハイが出すぎないようにねここ
ハイガーでちょっと削られてたりとか、例えばアタックタイムを早めでシンセサイザーの刻む音をね、鈍く聞かせないようにしてあげてるのかなとか、サイズも大きくしすぎないようにしてるのかなとかね、そういう風に、まあ、想像するだけでもだいぶまた勉強になると思うので、ぜひこういったところも研究してみてください。ではキックでした。本日もご視聴ありがとうございました。 EQ を使いこなしてワンランク上の音を目指しましょう。